ここでオーバーブロッドしたフォルトと一緒に外を目指して同級生たちに負けた何が兄ちゃんに任せとけだ。いつも僕はお前たちに助けられてばっかりじゃないか。てるか全然わからないけど、ウォルトが僕に助けを求めて帰らなきゃ、あの子のところへ。あ、ようやく目が覚めた。でも残念、ほんと実につまんないことなんだけど、なんか忘れてるんじゃないかな。知ってるでしょ、冥府の門は不可逆。冥府の王として一度ここに入り込んだ魂をそうやすやすと元の世界に返すわけにはいかないよ。他のみんなに示しがつかないからね。ウォルトこそなんか忘れてるんじゃないかな。お前が持ってるブロッドを燃やす呪い、いや祝福は僕も受けている。ここにいるとどんどん力が湧いてくるんだよ。全知全能の力を手に入れた気分だ、はあ、イメージするのは最強の自分。へえ、僕とやろうっての。クソ生意気な弟、兄の威厳見せてやりますわ。この迷惑の中で負けるなんてどういうことだ。ブロッドが全て兄ちゃんに従って。分母だ、分分分、はあ、もう降参、泣きが入るのが早いんじゃないの。その程度で冥府の王を名乗ろうなんて、生きにも大概にしてほしいっすわ。せいぜい冥府の王かっこ代理がいいとこ、称号は返上していただきましょうか。今この時か、冥府の王のアチーブメントは僕のものだ。あはっはそうだよ、お前をいつまでもこんなところの方になんかしておけるか。そのためにも僕はここに留まっているわけにはいかない。通らせてもらうよ、ゲームセットマッチ、ゲートトゥアンダーワールド。行ってらっしゃい兄ちゃん。全宇宙があなたを待ってるよ。見せてあげるよ、生かした世界。